モハメド・アリフ・ハンは、レバノンとスウェーデンの元サッカー選手、現サッカー指導者、元レバノン代表。選手時代のポジションは DF。かつては1986年生まれであると思われていたが、2013年に、レバノンの出生証明書が見つかり1988年生まれであることが判明。実は、スーペルエッターン25歳でデビューしていた選手であったことが、 明らかになった。ベストラフレルンダイフの下部組織出身で2004年にトップチームに昇格し、スーペルエッターン初出場を飾った。2009年にアルスベンスカンの BK、ヘッケンに移籍。2014年には中国サッカースーパーリーグ所属の天津ヤスたち、足玉クラブに移籍したが、2015年にハルムスタッツ、BK に移籍して、アルスベンスカンに復帰した。 2016年7月に選手を引退した。2016年3月2日にユース、トップともに在籍したベストラ・フレルンダの新監督に就任。しかしこの時はまだハルムスタッツの選手でもあった。ハルムスタッツ側が選手兼任監督に難色を示したため、3月10日にわずか2試合の式で辞任を余儀なくされた。2016年11月28日に ヒュースクバーナ FF の2017シーズンの新監督に就任した。ありがとうございます。